なんかすごくね、乗せては素敵なお宅ですね。そうですね、うん、まあ、僕が今まで設計してきた中でもかなり、はい、自信作の一つではあるんですけど、うん、本当に性能から何からもちゃんと担保した上で、はい、お客様の要望もちゃんと取り入れた上で、うん、ここまで作れたっていうのはやっぱり、うん、本当に僕も嬉しいの一言になって、うん、で、まあ、お客様も本当にね、今も、まあ、撮影の間もね、はい、本当に楽しそうに、そうですね、過ごしていただけるんだなって感じがすごく感じるもんですから、はい、うん、そうですね、本当にね、もう嬉しいというか、うん、本当に工務店冥利に尽きるなって思ってるんですけども、ね、今ね、先ほどもありましたけども、今一番寒い時期じゃないですか。ええ、そうですね。で、これ今夜のね、もうすぐ9時になろうとしてるんですけども、うんうん、すごく暖かい、家中が本当に暖かいですよね。そうですね、うん、本当に、まあ、うちパッシブデザインというようなものを、はい、まあ、メインとして設計っていうのをさせてもらう、まあ、パッシブデザインっていうのは、まあ、できる限り自然の力を利用した上で、できるだけ快適な家、まあ、簡単に言っちゃえば夏が涼しくて冬が暖かい家っていう言葉で住んでしまうようなことなんですけども、実際にそれを実現させようと思うと本当にやっぱり難しくて、それなりの知識っていうものもやっぱり僕ら設計家にも必要になってくることになって、まあこの家も初めて浜瀬で初めて省エネラベルっていうような、まあ、省エネの認証を国が、まあ、ここはこれは本当に省エネに優れた住宅ですよっていうのを証明してくれるような制度があるんですけど、それを浜松で初めて取った住宅でもあり、まあ、長期有料住宅も先導的モデルの方が終わった後の普及モデルなんですけども、まあ、浜松で一番最初に長期有料住宅として補助金をもらって建てた家でもあるん で、本当にそういったね、性能の方もちゃんと担保できて、うん、でなおかつ、まあ、2世帯ということで3階建てになってるんですけども、はいはい、3階建ての場合は、まあ、構造計算っていうようなものが必要にはなってくるんですけども、で2階建ては、まあ、免除なんですね。構造計算しなくていいっていうのは一応法律で決まってはいるんですけども、はい、ただ、まあ、うちの場合は、まあ、3階だからというわけではなくて、はい、2階建てでも3階建てでもやっぱちゃんとその家のちゃんとした強度っていうのを証明したいということもあって、全棟どの家でも構造計算をやらせていただいて。全部構造計算してらっしゃるんですか。そうですね、はい、うん、昔は、まあ、僕大工のでなんです。元は大工なんですけども、はい、そうですね、うんうん、で現場叩いてる時はあまりね、はい、そういうことも気づかなかったんですけども、うん、やっぱり設計側に立っていろいろなことを見て強度とか確かめていくと、やっぱどうしてもこれでいいのか、これで本当に強度が強いのかっていうようなことを疑問に思うことが多々あったんで、やっぱりそこをちゃんと解決したい、数値化して出したいっていうこともあって、まあ、全棟構造計算っていうものをやるようになったんですけども、まあ、でもお客様側とすると本当に安心ですよね。そうですね、ただあまり意味は分かってくれてるかなっていうところはちょっと疑問符があるんですけど、ただ、まあ、そこは本当に僕の自己満足っていうわけではないですけども、うん、ちゃんとお客様に自分が自信を持って出せるものということで、うん、はい、こだわりを持って構造計算をやらせていただいているっていうことになりますね、はい、うん、はい、また、ですね、まあ、今回はね、その3年前に建てたお家ってことなんですけれども、今後はやはりこういった形のお家を普及させていきたいという形なんですか。そうですね、まあ、今3.11 以降ということになると思うんですけども、はい、まあ、本当にエネルギー問題、まあ、原発問題と言ってもいいかもしれないんですけども、はいはい、本当にこのままではいけないって国民全体も、まあ、今感じてらっしゃると思って、もちろん僕も本当に3.11 以降いろんなことを学んで勉強して、今後どうしていったらいいんだろうっていうのは、いまだに、まあ、これが正解だっていうようなことはないんですけども、少なくともパッシブデザインを使うことによってエネルギーというものはかなり今までの平均的な住宅に比べれば減ることは確かなんで、そうですね、うん、まあ、巷というか全国の工務店の仲間たちとも、はい、1985オフワードトゥエナジーライフっていうような運動もしてまして、はいはい、まあ、簡単に言っちゃうと1985年 の、 エネルギーに戻ろうというか、フォワードなんで進もうっていうことでやってるんですけども、それはなぜかその時代になると、まあ、原発依存度が本当にほぼない、少なくて済む時代っていうことで、じゃあそれを達成するためにはどうしたらいいかっていうのは、まあ、本当にシンプルなことで、今の家庭、まあ、一般住宅のエネルギー消費量を
まあ、電気もそうなんですけども、あの 50% 半分に減らせば、あ、なるほど、はい、あの原発にそんなに依存して、まあ、もちろん経済は停滞させないまま、うんうんうん、あの僕たちだけの、あのエネルギーを減らすことだけで原発っていうのもあのなくすこともできるものですから、あのそれに共感したあの小牟田の仲間たちと、うん、まあ、そういう運動も一緒にはしてるんですけども、はい、で実際にまあこの家もあの50あの、まあ、太陽光もついてない家なんですけども、あ、そうなんですか、あの 50% 以上あの本当に激減したっていうことで、あ、まあ、そこも本当におせっ様に喜んでいただいて、はい、うん、まあ、あの先ほどまあ、ね、あのお施設様の方からも説明あった通り、はい、あの大体まあ30から35坪程度の家なら、うん、6畳1間のエアコン1個あれば全館住宅でこれだけ快適な家ができるものですから、もう言わずとも光熱費はものすごい下がるってことになると思うんですけども、変な話ですけど台所の隅とか洗面所とか、うん、普通はすごく寒いじゃないですか。そうですね、うん、外側で本当に全部暖かいですよね。なんか暖かいっていうか、で、まあ、開口部も、うん、のガラスも、まあ、ローインの中でもかなり、まあ、ローインガラスっていうのも、まあ、断熱性の優れたガラスであるんですけども、はい、まあ、その中でもかなり、うん、あの上位のランクの、 あの断熱性能を持ったサッシを使っているものですから、本当にあの窓際に行っても寒くない、はい、もちろん結露も起きにくいということになるんですけども、はい、うん、なるほど、ね、あのまあ、そういった、まあ、性能もさることながら、あの先ほどの瀬さん の、ね、あのもうおっしゃるにはあの、うん、すごい細かいところとにかく対応してくれたので、うん、あの 例えばこういったものが欲しいとか、うん、あの例えばそのガラスのね、あの取ってすごいこだわりつけて、うん、あれもすごく探してくださったりと か、うん、なんかその細かいところを、ね、対応してくれたので、うん、あの本当に満足ですとおっしゃってたんですけれども、うん、そうですね、まあ、今ね前半に喋ったようなことは本当に性能に関わることで、うん、お客様にとっては、まあ当たり前と思ってらっしゃる部分なんで、そこはまああの本当にお客様には極力、まあ一応売りにもしてますんで、あの多少は説明はしますけど、本当にそれよりかお客さんがああしたいこうしたいこう、うん、あのこんな生活を望んでいるっていうのをちゃんと聞いた上で、それに合ったものを本当に一個一個丁寧に、まあ、あの照明とか見ていただいても、一般的なメーカーのものは一切使ってないんですけど、まあ一般的なメーカーだと、うん、本当にそのやっぱ普通の当たり前の照明しかなくて、やっぱその中で全部お客様の要望に応えれるかっていうと応えれないところっていうのはかなり多いもんですから、取っ手にしても照明にしても、こういう家具の素材一つ一つにしても、やっぱまあ大体こういうイメージとかそういうのも絵に起こした上で、でそれに当てはまるものを、まあ、ネットとかそういうのでいろいろ探したりは本当に毎回しますね、うんうん、今ねこう喋ってるテーブルとか椅子とかもそうですし、そうですね、うん、あちらの先ほど見せてたキッチンの、ね、奥の課題とか全部あれも制作されてとか、制作ですね、うん、あのもう、まあ、構造材は修正材を使ってるんですけど、はい、仕上げとかこういう家具とかふんだんに木を、はい、あの使うようにしてて、うん、まあ本当に木の良さっていうのは、まあ、その味合いとか劣化のこの色の変化っていうのも当然味なんですけども、あと本当にここもお子様がたくさんいらっしゃって、本当に床からもうテーブルから傷まみれにしてくれても、これもまああのもうちょっとね、あのお子様の方が大きくなられて、まあ傷つけなくなったら、もうこれ館内一回かければ綺麗に新品同様になりますんで、そういう意味では本当にあの一番最初に取れないんじゃないけど長く使っていただけるものということで、あの仕上げ材はよく木をふんだんに使ってますね、はい、うん、じゃあの最後にですね、あの足立建築様のまとめをですね、あの見ている方にしていただければと思います。まあ、家作りの参考といいますかね、あのその話をお願いできればと思いますが、うん、はい、まあ、当社自体の標準としましては、あの、まあ、先ほども言われたように、あの本当に長期医療住宅、はい、まあ、長期医療住宅っていう言葉が出る前から、あの住宅性能表示っていうものをしてまして、あの全棟住宅性能表示をして、でなおかつ今あの長期医療住宅っていうのが出てきてからは、まあ長期医療住宅の認定も取るようになったんですけども、あのお客様に本当に僕が伝えたいことは、あの本当に住宅性能表示を やってほしい やった方がいいっていうことなんですけども、これはなぜかっていうと、本当に、まあ、住宅性能表示っていうのは家の性能を、まあ、大きく10項目に分けて、でなおかつそれを等級、まあ、レベル等級1、等級2、等級3、等級4というような形の等級でお客様が工務店側に指示をして、こういう性能で家を建ててくださいっていう、あの全国どんな工法でもどんな仕様でも共通した基準で
見ていただく唯一の制度なんで、それはちゃんと使った上で立って、はい、でなおかつ今検査がある、いわ工事着工中の検査っていうのは今日本の法律の中では一切なくて、ちゃんと検査 してるのは住宅性の表示だけ、制度だけなんですね、うん、そういうのもあって設計は完璧だけど工事中やっぱりそのちょっとしたミスとかそういうのもやっぱ、うん、そうですね、僕ら工務店だけの目だと、うん、ダメっていうこともあるもんですから、うん、そういうところもちゃんと検査するためにも住宅性の表示を入れてちゃんと検査をして、なおかつその検査が合格すると鑑定書、まあ、簡単に言っちゃうと、まあ、住宅性の評価書というものになるんですけど、そういった鑑定書みたいなものをもらえて、それが 長く本当に資産価値としてずっとお客様のお子様の代まで続いて価値として残っていくっていうことになるんで、僕は本当にまあ見た目デザインっていうのはもちろんとても大事ですけど、その前にまずやらなきゃいけないことっていうのをちゃんとやっぱりお客様にも知っていただきたいし、僕もちゃんと説明しながら長く使える家っていうのをずっと作り続けていきたいっていうふうに思ってます。はい、どうもありがとうございます。それがやっぱり50年100年っていう話だったんですね。そうですね、はい、じゃあ社長本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ございます。で、これからまあ、通常ですとスマイルマネジングということでコーナーをするんですけれども、うん、実はこの足立建築様がやってる制度の中で非常にマネー関係のお話が一つありまして、うん、それを今日はちょっと実は社長も一緒にちょっとまた、はい、お話を、ね、させていただければと思います。これなんですけれども、はい、足立の家は、長期有料住宅で移住住み替え支援適合住宅ですってことなんですけれども、ね、うん、これ社長の建てた宅っていうのは全部これに加入されてるってことなんですか？そうですね、適合住宅っていうことになってます。はい、簡単に説明していただけますか？そうですね、はい、まあ、移住住み替え支援機構というものがありまして、もともとは年配の方の、はい、老後のセカンドライフのためにできたような制度なんですけども、はい、まあ、お年寄りになって若い間勤めてる時は、うん、やっぱりその通勤に便利なところとか、はい、街中とかそういうところに住んで、うん、まあ、それでよかったんですけど、やっぱり定年後とかになるとそこだとやっぱり住みにくいっていう、はい、で、まあ、その、まあ、数十年前に建てた家のものですから、はい、子育て中心の間取りになってるっていうこともあって、ね、本当に住みづらい生活しづらいっていうものがあって、最近セカンドライフっていうので、まあ街中よりかはちょっと離れた、うんうんうん、で土地も手頃に安いようなところに、うん、移住しようと、そこに新しい家を建てて、はい、生活まあ、ゆったりとした老後というんですかね、うんうんうん、そういうのを送りたいという方が増えてらっしゃいまして、はい、そういう方のためにできた制度でして、もともとは、はい、でそれがただそうするとそんなにお金もなかなか老後なんでちゃんとね、はい、生活するために貯めておきたいっていうことで、なかなかその夢っていうのは叶えられなかったのが、移住住み替え支援制度を使うと、はい、そこのもともと住んでたところを賃貸にできるっていうこともありまして、はい、でなおかつ家賃保証もついていまして、はい、安心して新しい家をそこを貸した家賃で新しい家を建てれて、うん、快適なセカンドライフを過ごせるっていうような制度だったんですけども、ここにありますけど、マイホームを貸したいご家庭が、まあ、その制度を利用して、まあ、貸しますよと。そうですね。で、賃貸物件を借りたい方が、まあ、家賃を払って、まあ、借りて、その家賃がこちらの方に入って、その方たちが、まあ、豊かな老後とかセカンドライフとか、そうですね、例えば新しいお家をということができるわけですね、うんうん、通常の家ですともちろん住宅ローンがある間は賃貸としても使えないし、うんうんうん、でなおかつ資産価値としても長期有料住宅とか性能評価も何もつけてない家だと25年から30年でゼロになってしまうっていうことで、本当にそう、建てたばっかはね快適に過ごせるかもしれないんですけど、25年30年経ってしまうとその建物が負債になってしまうっていうのが今までの現状できたんで、そういうこともちゃんとやっぱ、まあ、うちの理念としてもやっぱ一生幸せにしたいっていう思いもあるんで、はい、最後まで負担にならない住まいっていうことで、うんうん、全棟移住住み替え、はい、適合住宅っていうのをつけてます。なるほど。じゃあ例えば不意の転勤ですとか、まあ、こういった高齢者施設の住み替えですとか、そういうところにも使えるわけですか？そうですね。でちょっと説明するのを忘れたんですけど、で今までこれはセカンドライフ の、まあ、定年後の感じの、はい、
高齢者の方の対象のものだったんですけど、これが3、4年前だったと思うんですから、はい、一般の若い世代の人たちでもこの制度が使えるようになりまして、で若い人たちがこの制度を使うことのメリットっていうのは、一番は自己破産の心配がいらなくなるっていうようなことが出てくるんですね。例えば、自分に全く関係ないようなことで、例えばお勤め先がちょっと、倒産しちゃったとか、またはリストラにあったとか、そういうのでどうしても住宅ローンの支払いができなくなった時に、そこを賃貸、実家とかがあれば一時実家に帰って、そこを賃貸として貸して、でまたちゃんと安定した収入が入るようになったら、またそこに戻ればいいっていうような形のことが使えるっていうのが、全く新しい、今までになかった制度で、本当に若い世代にとってもメリットがある、本当に住宅ローンずっと返せるのだろうかっていう不安は常について回ることだと思いますんで、そういう意味でもその心配がないっていうのは、本当に大変メリットがあることだと思います。わかりました、どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、那須田省のね、いろんなこと今お話聞いてきましたけれども、それはホームページの方でもかなり細かく出してらっしゃるということなんですけれども、で、じゃあ社長の方から検索をこちらの方をお願いします。そうですね、はい、そのままもう足立建築で検索していただいても、足立の家で検索していただいても、はい、今のところトップに出てくるんで、はい、そのままホームページに行っていただければと思います、はい、あとブログの方はあんまり僕投稿してないんですけど、Facebook ページの方はちょこちょこ、はい、更新してますので、そちらの方で新しい情報とかは、はい、見ていただければと思います。はい、わかりました。じゃあこちらでぜひ検索をしていただいて、イベント情報などで、また感染研究会とかもね、ある時にはご案内していただけるということですので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、実は今日ですね、1月の21日なんですけれども、今日発売のリクルートのハウジング、スーマハウジングさんの方にですね、こういった形で、私が実は取材を受けまして、それが記事になっております。ファイナンシャルプランナー建築家プロが本気で教える予算オーバーしない法則ということで、取材していただいたことが記事になっております。こんな感じですね。なんかこのイラストが私らしいですはい、でいろいろ予算オーバーしない方法ということで、いろいろ書かせていただいてますので、ぜひこちらも読んでいただければと思います。リクルートの、スーマハウジングです。よろしくお願いいたします。はい、では次回のご案内です。次回は2月28日木曜日12時からの放送となっております。ぜひ来月もご覧ください。どうもありがとうございました。